初陣の勝利に息巻く政宗でございましたが、次なる相手畠山義継とその家臣に父照宗を拉致されるという事件が。急げ、走るのじゃ。さもなくばこの場で刺し殺すぞ。逃げる畠山勢、殿、それを追う伊達勢、父上、政宗も駆けつけ、両者睨み合いが続く。来るな、テルムネの命はないぞ。己義継、張り詰めた空気切り裂くは父テルムネの一声。私を捨てよ、政宗。何をしておる。たまれ、撃て、たまれ、撃つのじゃ。たまれ、撃て。一斉射撃、命じたのは政宗。激高した政宗は全滅した畠山の軍勢の中から義継の骸を見つけると、切り刻み、縫い合わせ、貼り付けに処したのでございます。そうやって始まった弔い合戦は、若さゆえの焦りと、何より自身の心を制御できぬ未熟さが招いた、実に醜き戦でございました。